さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 藤田七子騎手、あ、元騎手になってしまいましたけども、藤田さんだけではなくて、JRA にはきっかな事件が続々なんですよね。はい、この写真も見てください。後で説明しましょう。そしてもう一本目は、石破政権。小泉、スンズロ君まで捨て駒かと。いやいや、私ね、本当にスンズロ君のことは心配なんですけども、これ、猛烈な恨みを買うと思います。大丈夫かなっていうお話の2本でございます。まあ、まず最初はね、この藤田さんなんですけども、昨日も私ね、この問題は取り上げました。藤田さん、なんと言ってましてもね、これは競馬界の、これはね、 期待の申請ということで大人気なんですけども、さあ、こちらはね、ローンスポ使ったんですが、まあこの話を知らない方のために、本当にね、ものすごい簡単にお話をしておきますと、これは昨年残ったんですけども、若手の機種がね、本来はスマホを使ってはいけないとこれでスマホを使っていた、はい、ばれました、処分を受けました、ところがね、厳密に言いますと、スマホをね、持ち込むこと自体は問題なかったんですよ、だからその辺の曖昧さも、これね、うーん、ありまして、ちょっと妙なね、これ、になっちゃったんですよね。そそしてそれは終わった んですけどもところが、つい最近、これは10日なんですけれども、文春が文春法を出しまして、藤田七子が外部と通信をしていたと、で、これによりまして、これは JRA がですね、この藤田さんの聴取をしたんですが、なんとその翌日に、もう私、辞めますと、電撃引退してしまった、いやいや、何があったのかっていう話、これを昨日しました。ではね、こっから本題なんですけれども、こちら見てください、全部読みますよ、昨年5月に6人もの若手騎手、今村、川原田、小林、こと 角だねはいもうなくなってます長島古川が調整ルームでスマホを使用していたことが発覚し機上停止処分を受けたがその後も他のジョッキーの違反は相次ぐ今年5月には水沼あこれ岸かながスマホケースだけをロッカーに預ける偽装工作を行ったといやこれはダメですよねそして今月も長野士や小林士が同様の違反をやってなんか訳のわからないことになって今に至るということなんですけどもさあ皆さん赤線に注目してほしいんですけどもまずね何と言ってもこれ目を引いてしまう 4番目に書いてありますコ・古角田騎手ですよね、まあ、元騎手になってしまうんですが、はい、この、ね、角田さんというのはもちろん若手でございます、こちらのね、えー、これ、まあ、元騎手なんですけども、実はね、もう亡くなっちゃったんですよね、だけど皆さん、どう思います ?20 代の前半ですよえ、亡くなったってどういうことって思うでしょう、はい、これはね、本当にきっかな事件といいますがきっかなことがこの夏にあったんですよね。さあ、こちらご覧ください。 これは今年8月の函館競馬場なんですけども朝ねまあまあ、休務員といいますかいろんな人が行きましたらこのコース上芝生のコースにずっとねこのわだちができているんですよどっからどう見ても誰か何者かがこのコースに夜中車で入ってきてこういういたずらをしたとまあそういうことになったんですよで犯人探し始まるでしょでもねあっさりと犯人が見つかっちゃったんですよね実はその犯人というのがまあちょっと犯人つのあれかな、はい、このね、うん、やった人間なんですけども それが先ほどの亡くなった角田騎手ということなんですそしてねこんな写真も残ってるんですよ私ねこの事件は知ってたんですけどもこの写真は昨日初めて見ましたこれね発表されているんですよで明らかに夜にこの函館レース競馬場を車が走ってるとこれはいけませんよねでも普通であればこれはねさすがに競馬関係者がこんなバカなことやるわけありませんだから地元のいわゆるドキュンですよドキュンたちがほれほれみたいな形で入ってきて走ったれっていう風にやったと普通 普通はそう考えるでしょうところが実際にはさっきの角田騎手がこれを運転したってことが分かったんですいやーこれねこの時点ですでに彼の精神状態がもう普通じゃないってことが分かりますではこの記事見てみましょう事件の翌日事件っていうのはこれですよ翌2日の朝に函館競馬場で事情聴取を受けた角田騎手は JR の職員である最低委員や解散委員がいる札幌に移動したとみられその途中で事故に遭ったというとうーん同日午後本館 の機種として重大な飛行があったことを認めた JRA が一連の事案について最低委員会に送付する旨を角田機種に通知した時にはすでに連絡がつかなかったということで2日の15時10分頃ね昼ですよね JR 北海道の上野保路駅で人身事故が発生しましたそこで亡くなったのが角田機種とみられています遺体の損傷が激しく身元の確認に時間がかかったとのことですが現場に残された遺留品や2日の郷からの本人と連絡が取れなくなったこところからある程度の特定はできていましたと はいどうです本当に悲劇的な話でしょう、これ、本当衝撃的だったんですけども、実はこの角田騎手というのは、このね、1年前のこのスマホの事件の時にも、まあこれは注意をされて、騎乗停止を食らっているんですよ、でそこまでだったら、はい、ごめんなさいで終わった話なんですけども、そこから1年ぐらい経ちまして、先ほどの函館競馬場のあの件に発展するんですけども、まあね、でも、あの心理状態がどうかはからないんですが、とにかく普通でなかったのは事実なんですよね。はいところ とここが、この件には、ね、まだあるんです。こちら、さらに不可解なのは角田騎手の車に同乗していた人物の勝負についても同様だとスポーツ記者が明かす「レイリー新庁の取材に対し JRA は同乗者は1名おりましたがそれ以上についてはお答えできませんと回答していますが実は。 とある現役騎手が乗っていたのです。それを聞きつけた調教師はそれまでその機種に調教を依頼してたものの、責任の一端はお前にもあるからもう乗らなくてもいいと告げたそうです。いや、ここまで来るとすごいでしょ。現役騎手ですよ。でね。現役騎手ということは、まあおそらくね。まあ40歳50歳という。そんな大先輩とってことは考えられませんから、普段一緒に仲良くしてたような。まあ、同じ年代の機種で、これは男性か女性かわからないんだけども。まあなんかね。女性なら確率。が高い 高いいんじゃないかとでそうなるとこの女性は誰かってことになってくるでしょそこでさっきのこの表に戻りたいんですけどもこの赤線の部分この亡くなったこのね角田さんを除いては全員女性なんですよ今村川原田小林長島古川ってふうに書いてあるでしょでねこのね 5人に加えて、まあ、先ほどの藤田七子元騎士とこの中のメンツを見ますと、ね、実はです、ねはい、ここから私の推測も入りますよ推測も入るんですけども実はです、ね、藤田騎士あとはこの頭にあるまあ今村騎士かなこの女性もです、ね、最近、この騎、ね、乗の依頼が若干減ってたというそういう情報があるんですよね。特に藤田さんなんですけどもなんか馬に対して非常に優しい気持ちを持っているらしくて例えば、ね、第4コーナーとか、まあ、最後の追い込みですよそこで馬 馬の調子が悪いと、ちょっとね、追うのをやめてるムチを叩くのを躊躇するということがよくあったそうなんですって、はい、これはこういう記事がありました。となりますと、ね、藤田さんとしては優しい気持ちでやったかもしれませんが、調教師、あるいはね、記事を依頼する側とすれば、なんでそこで追わないんだよと、もっとムチ入れろよと、そうなってくるでしょう。だからね、若干やっぱりこう、頼む方も減っていたと。で、今村さんなんですけど、今村さんも、うーんこれね、最近少しですね、えー、記者といいますか、これ、マスコミ マスコミの対応にかなり難が出てきた女性騎士ということで有名でやっぱりね扱いにくい存在になってたらしいんですよね。ああいいですか、えー、これをもってですねこの2人のどちらかがさっきの、ね、角田騎士と一緒に乗ってったってわけじゃないんですけどもこういうねいろんな要因が他の騎士にもあると思うんですよだからまあ誰が該当するかわからないんですけども、えー、何かしら一緒に乗っていたんだろうという、ね、ことが、まあ、いろんなとこでささやかれているとはいそういうぐらいにしておきます。でね今,今村 さんの話をしたんですけどもはいこの写真見てください、これ誰だと思います はいあのアイドルじゃありません、タレントじゃありません、さっきの今村騎手なんですよ、今村さんのこれ、インスタグラムから撮ってきたものなんですけども、もうね、とても騎手とは思えませんね、どっからどう見たって、これ、タレントさんとしか見えません。で、この今村騎手なんですけども、昔はね、良かったらしいんですが、最近ちょっとマスコミの受けが極めて悪いとで、なんで悪いかって言いますと、どうやらですね、ほら、結構いろんなスパーツ選手でいるでしょ、マスコミの人がね、インタビューしても、なんかぷいって感じで、あんまり答えないと。でマスコミの人がねあんまり質問が ないともういいですか、私も忙しいんで、もう疲れましたんでと、そういう形でつまんなそうな顔をして帰ってくと、どうもこれがマスコミの人の間では噂が広まってたらしいんですね。でしかもこの写真見てください、爪、はい、まあ、女性ですからね、おしゃれはいいんですけども、これね、馬と接する時もどうもこういう爪、まあ、これなんだ、あネイルといいますか、つけ爪っていうんですか、こういうのをしてるらしいと。で、私も知らなかったんですが、馬というのはちょっとでもこ引、ね、っかき傷が入りますと、そこからね、可能して、とんで なんでもない病気になる可能性があるらしいんですですからこの馬に倒さる人というのは爪を伸ばすというのは厳禁らしいですよねだから今村さんに対しましてもまあこれをねおしゃれの時だけだったらいいんですけどもどうも普段もこういうような感じでやってるというそういうニュースが載っておりましたのでまあ注意をしてたのかもしくは危惧をしてたか知りませんけどもそんなことも今村さん困ったもんだなという話はチロチロと出ていたらしいんですよねうんでねこれ全然関係ない ですすけどもははいいここに藤田は載っていますが右にほら、元ジャングルポケットの斉藤さん、載ってますよね。斉藤さんも今回例のとんでもない、あのね、ま、うん、まあまあ性的な暴行ってやつですか、あの件で、えー、これはまあ芸能界を追われた形になりましたが、まあこの人もこれ競馬番組の MC をしておりましたし、自らも極めて競馬好きでね、芸人仲間から1億円ぐらいのお金を借りて遊んでいて突っ込んでいたと、そんな記事も載っておりました。だからね競馬界全体にものすごい いいろんんな話題と言いますすかスキャンダルが出てるんですよあんまりね、その割には表沙汰になってないんですけども、こうやって調べてきますと、とにかくいろんな話が出ているというのがこれ現状なんですよね。さあ、そして競馬の話と、まあまあ、これが最後といいますかね、藤田七菜岸君は引退、えー、止まらないスマホの持ち込み、どのような対策を講じしたのかと、もうこれね、内容は割愛しますけども、結局、JRA もこのスマホの持ち込みに対しましてね、非常に曖昧な態度を取っている、まあ、取っていたんですよ。スマホを持ち 打ち込んでもいいとおいいんだけども外と通話しちゃダメだよとこれなかなか調べようがないもんですからまあ、今後ね j r a はこの辺対しまして非常に厳しい対応で臨んでいくと思いますまあ、とにかくね藤田さんうーんと思ったんですけどもちょっと心配ですよねさあそしてもう一個だけなんですけども藤田さんでささやかれていることなんですがはいどうです皆さん競馬やらない方もわかるかと思うんですけども JRA で藤田さんというのは女性騎手の中で明らかに一番話題になっていてまあ、取り上げられること 多いでしょとなると他のね女性の騎士の仲間からねちょっと浮いてたんじゃないかってことも記事に載ってました。でこれは 私はもちろんんかりりまませんただ可能性としてありますよね、えー、さっきの今村さんみたいな、まあ、例えばですよ今村さんにしても何であの子ばっかあんなモテはやされるのかと面白くなかったって気持ちがねまあ怒っても不思議ではないでしょうとなると今回の一件を機にこの藤田さんがねそういうこともあってもうなんか嫌になっちゃってねもうやめますともう嫌だとそういうことでやめたってことも十分に考えられるんじゃないかと思いますさあ皆さんの見解はどうでしょうかさあお次なんですけどもこちら行ってみましょう。 現代ビジネスなんですけども、解散日も人事も全て言いなり、仲間がいない、石破が頼った意外な長老議員の名前と書いてありまして、もうこれ中割愛しますけども、要はね、えー、長老議員ですからお分かりかと思います。森山幹事長の子おったんですよ。だから文章としては森山幹事長に頼るしかなかったというまあ締め方をしてあります。そしてその中にチロッと新次郎君も出てきましてね、ね、えー、で今回の非公認の件なんですが、森山さんはちょっと待てと言ったらしいんですけども、寸君が強 強硬に非公認とかそういうことをして処分しなくちゃいけないつまり旧安倍派この旧清和会の人たちを、まあ、粛清しろということを新次郎君がかなり強く言ったということが書いてあるんですよでね私としては森山さんの件というのはここの現代ビジネスの文では主眼にして書いてありますけども気になったのはやっぱり、ね、新次郎君の方なんですよねはいここもね、えー、上から2行目見てください新次郎日程を強く迫ったととにかく新次郎君の意見が かなり反映されたというふうになっているんです。 で、冒頭に言いましたように、私がね、このスずズロ君、いや、これ、真面目に心配してるんですけども、恨み、めちゃくちゃ買ってると思いますよ。だって今回、森山幹事長と、まあ選対、これね、本部長であるこのスずズロ君が、いろんなことね、かなりこれ、石破さんに進言したってことは、もうばれちゃってるわけでしょ。だから、非公認の問題も、この二人で決めやがったんだと、この野郎とみんな思ってるわけなんです。 しかも党の重鎮ってこともありますからあんまりやっぱりこう文句言いづらいじゃないですかで実際にもこれはね国体ということで、えー、立憲の安住さんなんていうのは森山さんだったら話をしてもいいということで野党も抑え込む力あるんですよところがですね進、えー、次郎君はどうでしょう若手でしょで今回の一件見ててもあんなも話にならないとしかも2世議員でまあまあねどうなってんだ進次郎と能力を疑うことをねもう言われていてみんなそう思ってるわけです なんであんなが要職にいるんだとそれは快く思ってない人いっぱいいますよ自民党の中にところがその人間が急に上に出てきておいみんなあんなも非公認にせやって強く言ったってことは漏れ伝わったとなったら皆さんが自民党員だったらどうですしかも旧清和会の自民党員だったら皆さんどう思います この野郎と新次郎だけは許せないっていうふうになるのが当然じゃないですか。これ私人間として当然そう思うと思いますよ。だから本来は森山さんに行く、まあ、憎しみみたいなものがやっぱりこっちに行きやすいわけでしょ。だからね、今回こういう形で戦隊本部長を引き受けたってことも含めてすごい強気に出てますけども僕はね、みんなの恨みを買うってことをスずズロ君ね分かってないんじゃないかなって気がするんですよ。ね。普通だったらそんなことはすぐ分かるんですけどもなんかね これがスンズロ君だと分からずにやってんじゃないかと、えー、こういうことをしたら世論受けが非常にいいということでうん、非公認にすればいいんじゃないのという形でただ強く言ってね、えー、なんか殺身感を出そうじゃないかとこうやってね考えてるような気もするんですだから先々を考えると人の恨みを買って大丈夫ですか新次郎君と私本当にねものすごい心配なんですよねさあそしてねこのダニエルさんも言っていますけどもまあもう内容はいいですよね同じでございますとにかくいい加減にせと でこの下、記事見てください、これ中身はもうね割愛しますよ、こちらも。はい今回出ましたよね、スンズローんの、まあ、これ代表の、ね、この県連なんですが、出所不明の698万円が発覚したと、これ、はいさっきの話。 皆さんが旧清和会の議員だったらどう思います散々こんなふざけたことやりやがってお前んとこはどうだとお前の出所不明金というのはこれ不規載かよミスかよとこの野郎となるのがやっぱり人間のこれはね心理だと思いますそしてあの例のね神戸学院大学のバンダナの先生でございますがこの小泉慎次郎氏に告発状とはいこういうことをねやりましたよねでまだこれ受理はされていないと書いていますけども告発状を東京地検に出したと明らかにしたとうーん こんなことが出てるようですからなんか心配なっちゃうんですよねあ、でね、どうでもいいんですけどもこのバンダナの先生なんですが一つだけ言わせてくださいとあなたなんで大石明子さんとか安住さんとかね、コニタンとか他のいろんな方々、新潟の先配った立民の議員とかああいう人たちを告発したって話はただの一度も聞いたことがありませんだからダメなんですよこれでね、立民の安住さんとかねあの辺りも軒並み告発するんであればこのバンダナ先生、筋通ってると思う ある意味、すごいでしょ。あ,あなた、筋通ってると、ああ、大したもんだと、私、褒めますよ。ところが、まるでね、正義の味方といいますか、なんか正義ずらしてね、告発して、これは許せないって言ってますけども、立憲民主に関しては、一言も言わないんです、触れないんですよ、おかしいですよね、なんでこれを誰もしてきてないんですか、だからこの先生というのは、ポンコツだと、これ、単なるサハってことですよね、<laughs> 情けない限りでございますよ。 今日の動画が良かった方は、いいねボタンとチャンネル登録、そして共有拡散もよろしくお願いいたします。またメンバーシップもぜひご参加ください。それでは。